はい、皆さんこんにちは、一輝です。マリオストーリー実況プレイパート43始めていきます。じゃあ続きはこっちだね。この上に行きましょう。ここの先が行けると。これは確かピンキーだな。先はないからピンキーの時間差で進むと。チェンジ。おーっと、ガボンがいる、ガボンがいる、ガボンがいる。なんだあれ、しまった。そうか、ただのビリビリか。ビリビリ？クリオダメじゃね？いった。そう。まあいいや、後ろのやつ倒す。すげー食らうわ。クリオは何もできない。だー、そもそもザコもこいつで終わりなのか、この種類で終わりなのか。通れねえのかよ、これ。もしかしてあれ壊せるんじゃねえ、後ろ。ちょっとやってみるか。意外にこっちが壊せたりして。ほらー。私なんだろう。3回アイテムか。2回アイテム売ってたけど、こっちあるから別にいらなくね。よし、じゃあクリオに変えておこうか。基本的にクリオばっかしか使わんからな。なんかいる。説明ね。なるほど、カメキを使えと。帰ってこねえ。うお、びっくりした。マリオくん、私カメキをさ、バレる、カメキになるならわかるけど全員違うじゃん。マリオさんや、わしが本物のカメキじゃよ。あとはみんなお前にも偽物だわ。俺っちが本物っす。それはわかるよ。わしは本物のカメキじゃぞい。わしを疑っとるんだ、だからの。僕は本物のカメキだよ。兄さんなら間違えるわけあっておかしいだろうが。じゃあ片っ端からぶん殴るよ。僕以外のやつをぶったたいてやってよ。わかった。じゃあお前以外のやつをぶったたくよ。兄さん、僕は本物のカメキだってあれほど言ったよりひどいや。ここら辺わかるわ。セリフ言わないっす。よくぞ偽物だと分かったね。ではさらばだ。普通に、ふみ、よくぞわしのが偽物だと分かったの。のこじろしね。帰れ、のこじろが。やったー、大正解っす、マリオさん。やっぱり俺っちのこと分かってくれたんすね。感激っす。分かるも何も全員違うからな。話し方だけだったらなんとかなってなるけど。メイプルシロップ。姿が違うのにさ、なんだこれ。あ、これはまさかあっちから押せってことか。
で、これをカミックに変えてペッてやると開くから、先へ進んで戻ってこいと。で、正直こっち側行けないの、行けない、臭いな。で、またある？結構ここのエリア多いな。これをこっち側に押して下が開くから、こっち進んでってホワイトガボンで、アイテムくださいと。何かな、モロハの刃。あ、さっきの生倉の逆バージョンか。おう、当たってたけどで、これで進めるようになったから戻って、あのでっかいところに行こうと。よし、こっちだ。で、そうするとここが開いてると。で、ここで多分鍵なんだけど、いるよね、バケバケがいた。バケバケはもう邪魔だ。鍵、あんましたたかいもしない。そろそろ経験値も美味しくないからな。これは確かどっちも開くんだけど、だどっち側からもいけるってやつか。これはに話しかけてないだろうが。で、これとこいつを上に向かせて、こうして、こうして、逆逆逆、一部で行き過ぎた。あ、そうか、こっち向かせなきゃいけない。向いた方向にしか動かないんだよな、これ。で、最後はここに封印をして進めると。確かこの先ボスだよな。じゃあまあこのまま行っちゃいましょうか。アイテムの数にちょっと不安を抱くけど、ごめん、もう一回セーブしよう。怖え。安全に考慮していこう。よし、雪の中にこんなところまで来るのは誰だ。現れたな。貴様、マリオだ。とうとうここまでやってきたか。クックックック、星の精を助けに来たのだろうが、そうはいかんぞ。ここで貴様をやっつけて、クッパ様へマリオの氷漬けをプレゼントして差し上げるのだ。なんかいる、なんか飛んでんぞ。パラレラオプション、
パラレラオプション、つまりパラレラーの付録だよ。叩くと簡単に落ちるんだ。1、防具0、お全部一緒か。これ何、雪食らうのかな。氷だから食らわなさだけど、ちょっとやってみっか一回。あ、コインモドルつけるだろ。チャン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 、どうですね。ダメでした。うお、おいて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 、なめんなよ。パラレラー、パラレラーだ。クッパの手下でクリスター神殿に潜り込んだやつだよ。最大 HP762、 おお、そこそこ。オプションを吸い込んで吐き出すと攻撃してくるよ。その時は呼んでオプションの数だけ連続して吹き出すんだ。マリオを凍らせてくるのか。分身の攻撃力8、分身中は本体を攻撃してダメージ与えられないんだ。全体攻撃したらいいんだよ。オイラって賢いね。自画自賛。オプション、ちょっと待って、全体攻撃ないんですけど、いる？あー、そっか、水水か。あ、でもパイポ、パイポか、パイポでいいや。これでいい、こっちの方が役に立つ。多分凍らしてくるだろうから、チャージ。よし、もう一丁パラレラーオプション、チャージ。ちょっと待って、願っちゃった。下押したつもりなかったのに。一体これかなりやばい。ちょっと待って、お姉さんのキスかけて、回復して、細かく使えんのこれ。よし、おお、4ターン隠れた。マリオはチャージ。パイプを乱れ投げ。うわー、よし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 、ちょっと強え。ちょっとずつでもダメージ与えておこう。3か、60、何とかなるかも。よし、もう一丁乱れ投げ。よし、お、ナイス、外した。またオプション出てきた。チャージして、乱れ投げ。ほら、ほい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 、56、意外にやばいな。よし、ナイス。ここでメイプルシロップを使おう。久々に飲んだけど
マリオそういえば直飲みなんだよな。水で割るとかしないのかな。でオプション使ってくるのは余っている。チャージで乱れ投げ。少しずつ削るぜ。あー凍らされた。いやもうここはもう明かりにかけよう。ではチャージ、最初からあかり、あかり使うって言ったけど、パラレルオプションのこと忘れてた。すっかり。流れ星、あと35と。ここで一回使おう。あと20ぐらいか。おお。いける。なんだと？回復してくるぜ。あんだけダメージ与えたのによ。よしよ。ここはスーパーキノコで回復しておこう。回復すんなよ。これね、わかんないんだよな、正直。なので、ここで使うのは雷特艦。全体技を使おう。真ん中やったか、やっぱり。はい、終わりー。よし、あと4ダメージで終わりなので、これでパラレラ撃破。よし、最後の星の精がクッパ様、お許しを。さあ、星のせい。ふう。それじゃあ、仲間を変えて、いや、あえてレサレサにしとくか。救出、星のせい、救出成功。あー、長かった。まさか
か40も回復されるとは思わなかったな。ステージクリアと。地の果ての忘れられた神殿でマリオたちはとうとう最後の星の精を救い出しました。7人の星の精が集まればスターの杖を持ったクッパと戦うための力を得ることができます。大魔王クッパと対決する時がいよいよやってきました。果たしてマリオはピーチ姫とスターの杖をクッパの手から取り戻すことができるのでしょうかと。お、無音。あ、ピーチ姫か。マリオどうしてるかしら。私もマリオと一緒に頑張れるとよかったのに。マリオさんはきっと大丈夫ですよ。それにピーチ姫はいつも頑張っておられるじゃないですか。マリオさんだってそれを知っていますよ。もうすぐ会えるんですから、その時にうんと自慢してください。うん、そうね、ティンク、ありがとう。さあ、お部屋に戻りましょう。やっぱり来た。ピーチ姫、我が輩が来たぞ。たまには仲良くおしゃべりでもしようではないか。我が輩ににっこり笑ってみせるのだ。あなたとお話しすることは何もないわ。そんな冷たいことを言うでない。これから我が輩とずっと一緒にいるのだから、そろそろ機嫌を直した方が良いぞ。もうすぐマリオがやってきてあなたをやっつけてくれるわ。ガハハハ、そんなことはありえん。スターの杖があるのに我が輩は無敵だ。我が輩、マリオなど我が輩の敵ではない。いい加減にそれを認めるのだ。クッパ様、大変でございますじゃ。なんだカメクパパよ。我が輩は今ピーチ姫で楽しくおしゃべりしておるのだ。ピーチ姫不機嫌だけどな。マリオのやつがとうとう星の精の7人に全て助け出してしまいましたですじゃ。そのうち星の力を使ってここまでやってくるやもしれません。一刻も早くマリオを迎え撃つ準備をしなければなりませんぞ。なぬ、踊れマリオめ。カメクバベ、急いで手下どもを配置しろ。クッパ城でマリオを葬り去ってやるのだ。ピーチ姫も一緒に来るのだ。マリオがやっつけられるところをゆっくり見物するがよい。者ども、ピーチ姫が二度と逃げ出さないようにしっかり縛っておくのだ。あ、来た。ピーチ姫にとうとう出てきた。ひどいことするな。なんだこのピカピカしたのは。うっとうしい。あ、吹っ飛ばされた。ティンクが早くピーチ姫を連れて行け。私の名前はダール。マリオ君、よくぞここまで来てくれたね。これで君は7人の星の精を全て助け出したことになる。本当にありがとう。さあ、いよいよクッパとの戦いだ。私の力も君に使ってもらうことにしよう。スターの杖を取り戻すため、クッパを倒してキノコワールドを平和にするため、そう、ピーチ姫を助け出すためにもね。スターのパワーが7になった。マリオはそしてお星さまりという星の精の技を使えるようになった。全てを星に変える技だぞ。マリオ君、まずは星の降る丘まで来るのだ。星の降る丘から我らが星の国につながる道を用意しよう。その名はスターロード。それを渡って星の国へ来るのだ。マリオシリーズ恒例スターロードです。君たちが無事世界を救ってくれるのが私の願いだよ。頑張ろうマリオ君、ひとまずさらばだ。よし、戻ろう。でセーブと。それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。